どうもこんにちは、あたりです。狼絶景版プレイ実況続きです。というわけで、前回は鬼ヶ島で狐退治をしまして、信州平原にやってきております。ここから北の大地に行ける、北の大地に行けるっていう話を聞いてね、まあ、この猫の銅像の先なんじゃねえのみたいなところで、あそこだね、雷ビリ、なんか電気ビリビリで入り口が開くだかなんだか言ってたから、まあここでしょ。こいつは大昔からここに立ってるんだが、何に使われたものなのかは誰も知らねえ。中津国にはこんな風にいつ誰が何のために作ったのかわからないものがたくさんあるんだ。まあみんな生きるのに必死で気にも留めてないだろうけどな。なるほどね。じゃあちょっと宝箱だけ、ありがとうございます、ありがとうございます。ここでよいしょ、今だ。これをここにボン。あ、回る。開いたー。ここが入り口か、なるほどね。北までどうやって行く？ここ地下通ってるの？甘子、この穴がどこに通じてるか知ってるのか？キュービの野郎の体から怨念のような煙が立ち上ったが、この穴はあの煙が飛んでいった北の国へ通じる地下道なんだぜ。さっきから不気味な雷が鳴ってやがるしよ、俺らなんか嫌な感がするぜ。うん、でも行くしかねえ。行きましょう。安全に行けるのかね、そもそも。ってことはやっぱ北海道かな。ちょっと地図見ていい？あ、カムイ。なるほど、洞窟の名前はカムイだったそうです。おお。あ、なんか嫌な霧が立ち込めていますね。カムイ、もう着いたのか。ひゃー、寒いー。こりゃ一体どういうわけだい。いくらここが極北の国カムイだって言っても、ここまで吹雪が吹きすさんじゃいなかったぜ。あーまこ、俺らちょっと獣所の奥深く潜るから、早くここの猛吹雪をしのぎそうなところ探してくれよ。ほう、ウェッペケレ。あ、これもうあれだ、あれだね、あれのあれだね。あ、さて、セーブするわ。あれですよ。あれ、なんて言うんだっけ。すげえ、度忘れしちゃった。あれね、うん。生ハゲ。まさかの。北海道じゃねえ。北海道じゃねえ。まあいいや。あまり気にしてもダメでしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー、倒し方は一緒だな。体力多いだけだろ。よいしょ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 、あーどうしよう。よいしょいしょいよいしょい。あ、まだ生きてる。よいしょよいしょよいしょ、あれ、よいしょ、アイヌだ、アイヌ民族の言葉だね。ここかい？吹雪しのげそうなところって言ったら、人いるのかな？みえ、ひだ。ここならなんとか国立に住みそうだい。人がいるな。あっ、なんだい突然。いや、なんだい突然はこっちなんだよな。てめえ、火に当たるくらいいいじゃねえかよ。お前は
知り合い？あ、まさか？いや、スサノじゃねえよな。そんなわけないか。あ、逃げた。え？あの子、今の野郎見たか？あの道化だ亀のことじゃねえ。奴が持ってた剣、あれはとんでもない技物だ。へえ。じゃあちょっとこの部屋爆破していくか。よいしょ。えい、やった、行くぜ。あ、調べる。剣の打ち込みの練習の木だな。ほう、相当手だれってことかな。あと追ってみるか。ん？あ、なるほど。外で蹴りつけようぜと。やろう。本気でかけてくる気だぜ。おきくるみ。わお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 、野生解放だな。あ、びっくりした。おお、なんだなんだ、ん？なんだ、キラキラしてるぞ。あ、あ、無駄。お、早い早いやつにはこれだな。よいしょ、やるやん。あ、ぶね。よいしょ、なんか、あ、なんかやる気満々だ。今のうちだ、今のうちだ。あ、な、なんだと。あぶねえ。わっほい、わっほいって言っちゃった。氷操ってるな。あ、ちょっ、あ、ちょっ、あ、これはどうしようもない。痛いー、やられっぱーなし。うえ、やるやん。よいしょ、これ効かないんだよな。うわっ、ざー、当たっちゃった。待って、あ、よいしょ、あう。やるやん。あ、ちょっと待って、怖っ。逃げろ逃げろ逃げろ。よし、オッケー。あー、うん、怖え。逃げろ、でー、逃げ、うえ。あー、よいしょ、回復させて。やるじゃん、あいつ。よいしょ、あぶね。あん。やだ。よいしょ、これ忘れてたわ。よいしょ、よいしょいしょい。ああ、よいしょ、待て待て待て、よいしょよいしょよいしょ、オッケー。うっ、嘘、なん、やべえ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 、全然食らわねえし。よいしょ、これでどうだ。無駄、怖っ。よいしょ、当たらぬ。うー、怖い。なんか武器変えた方が良さそうだ。逆にこれ表につけるか。
この手につけて、裏よし、おお、よいしょ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 、よいしょ、無駄だと、おお、やるやんやるやん、よいしょ、なんか違うの発生した、よいしょよいしょ、あ、今いける、よいしょ、よいしょよいしょ、な、分裂した、おおおおおお、あ、ちょちょちょまちょま、うわっ、怖っ、これ倒せんのか、よいしょ、効かない、うわっつ、うわっつ、強い、よいしょ、一回ちょっとゆっくりになってもらうしかね、よいしょよいしょ、ちょっと怖っ、今か、いくぜ、よいしょよいしょよいしょ、あ、まじか、しょい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 、あー、深追いするとよくないな、ちゃんと行って行って確実に行くしかないか、よいしょよいしょよ、やられてるじゃん、よいしょよいしょ、はい、いける、よいしょ、あ、また分身が、うおー、ずーやつーつ強いよ強いよこいつ、しゅいしゅい、なんという波状攻撃、いて、なに、よっしょ、おっしょ、痛い、よいしょ、今だ、よいしょ、よし、あ、無駄な時にやっちゃった、この時に、あ、ダメか、よいしょ、これいけるんじゃないか、よいしょ、無駄、あ、ちょっと見えない見えない、よいしょよいしょよいしょ、今、あ、今だな、よしよいしょ、残念でしたね、よし、やられてもらいます、刀のサビにしてくれ、あー、やばいやばいやばい、墨がない、墨が、よし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 、回復してきたぞ、おえー、よっしゃよっしゃ、うわっ、やる、よいしょよいしょ、
よいしょよいしょ。あ、こわ。よし、いけるいける。あとちょっと、あとちょっと押せる。あ、ダメだ。うわーっしゃ、今だ。よいしょ、いけるぜ。あ、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 どうだ。あ、あ、あ、ダメだ。よいしょ、タイミングが悪い。おーしょい、今だ。よいしょ、はい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 、今だ、とどめで。あは、ああ、元に戻ったのか。びっくりした。成仏したかと思った。やるな、白いの。俺の名はオキクルミ。見ての通り、オイナ族の戦士だ。アイナじゃなくてオイナね。はい。オイナ族の戦士、オキクルミ。お前は見たところ我々一族とは違うようだが、ただの狼でもなさそうだな。まずは名前を教えてもらおうか。こいつはアマテラス、中津国の狼様だい。それよりお前、危ない真似しやがって。どういうつもりでこの剣を振り回してやがんだい。ほう、コロポックリヤドシ。お前一寸か。え、このところしばらく見ないと思ったら、狼になってぶらり旅とはいい気なものだな。1年前絵を描くのに嫌気がさしてこの国から逃げ出したと聞いたが、結局未練があって舞い戻ってきたというわけか。何？100年前にヤマタのオロチを倒した英雄でも気取っているのか知らんが、その様、伝説の知らぬいと豆剣士の2人組のつもりなら笑わせるぞ。豆剣士？豆剣士？そんな話初めて聞いたけど。大体どうしてその剣をお前が持ってやがんだい。それはこの剣を使う時が来たからだ。なんだと？知っての通り、このカムイは吹雪と氷の厳しい自然に覆われた国。その上、手強い剣ケムラムどもがよくうじゃうじゃうろついている。それでも我々オイナ族が今日まで生きてこれたのは、神の創山エゾフジがこのカムイを見守ってくれていたからだ。しかし我々の命を育む母なるエゾフジが、あの魔人どもによって乗っ取られてしまったのだ。双子の魔人モシレ地区とコタネ地区、やつらはエゾフジの頂上に封印されていたはずだった。だがある日突然目を覚ますと、強大な魔力でこのカムイを襲い始めたんだ。吹きつける吹雪は勢いを増し、カムイの大地はぬくもりを失っていてつく地獄へと変貌してしまった。あの魔人どもが蘇ったのか。魔人どもに襲われ、すでに多くの仲間が命を落とした。やつらまるで何かを探すかのように辺りをさまよい、ただ無差別にオイナ族の仲間たちを殺して回ったのだ。大地が生気を失い、神の恵みである宇城が滅びれば、カムイは本当に人の住めない国になってしまう。早くこの手でやつらを倒さねば。村のみんなどうしてるんだ。みんなエゾフジから押し寄せる利益に耐えているところだろう。何せエゾフジの麓で魔人どもの吹雪をもろに受けているのだからな。あのままでは村が氷漬けになるのも時間の問題だ。あの村が氷漬けだって？そんなバカな。それじゃお前、国の守り神の宝剣をこんなところに持ってきしまっていいのかよ。言ったはずだ、この剣を使う時が来たと。お前もこのカムイに伝わる旧姓の予言は知っているだろう。クトネシリカが青にび色に輝く時、氷壁は砕かれ天への道は開かれ。その予言の通り、この宝剣が青にび色の光を宿せば、村に押し寄せる吹雪を打ち払うなど赤子の手をひねるも同然。宝剣が青にびの光を、
だがこのクトネシリカ、目覚まるにはまだケムラムドウの血を吸い足りないらしい。だからこいつが光を宿すまで俺はケムラムドウを切り続ける。ボンボン。はもうちょっとお話聞かせてよ。どうやら吹雪も少し収まったようだ。魔人どもが吹かせるあの猛吹雪、次はいつ来るかしら。今のうちに村にでも逃げ込んだらどうだ。おいおきくるみ、その宝剣、あの村長の知事がよく持ち出しを許したな。おいらは昔ちょっと触っただけで叩き落とされたぜ。言ったはずだ、この剣を使う時が来たと。クトネシリカが青に鈍色に輝く時。ああ、はい、村に押せ寄せる部分は、なるほど。ほう、青に鈍色に光るというか。よし、それじゃあ今日はこのぐらいにしとこうかな。それじゃあまた次回、バイバイ。